さんこんにちは、しゅんぴでーす。今日はですね、雪山を離れて海の方に来ております。僕たちがいる白馬ですね、スノーボードだけじゃなく、そしてスケートボードだけでもなく、サーフィンも行きやすいところにあるので、今日はですね、この白馬の先輩たちと来たので楽しみたいと思います。じゃあお願いします。それではいきます。今日は波だよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。渋谷が乗ってんだが俺のやつに見えるんだけどな。気のせいかな。もう俺のじゃねえかそれ。もう俺のじゃねえかよそれ。
ということですね、今回は、雪山を離れて、海の方にサーフィンをしに行きました。僕はですねまだまだ全然上手くないので、本当に辛かっただけですけども、やっぱカリスマ店長と本野さんとあと白馬の横乗り好きの人たちはさすがの乗り、を見せてくれました。それでいきなりエンディングにビッグ M の晴れゆきさんが出てくれました。ありがとうございます。ということでですね、もうすぐ、まあ、雪のシーズン終わるんですけども、今年の夏はこうやってサーフィンとかスケートボードもお伝えできたらなと思ってますので、皆さんこれからもゆうゆうライドよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで今日はこの辺で、次回もどこかでゆうゆうライド。以上、俊平でした。楽勝っすね。